Hey YouTube, Legion Music, and as you can see, we're still playing Lost Judgment, the Kaito Files. Now in the last chapter, Kaito has met up with Mikiko, so I wonder how that's gonna turn out. I mean, it's going to be all awkward because, like, she's a killer and a completely different person. ハングラ集団グレン会の創設メンバーであり、サダモトミキコの妹のマホと両親を放火によって殺害した犯人だった。そんな彼らへの復讐のため、ミキコはカムロ町でグレン会創設メンバーたちを殺して回っているということだったが、I also find it weird, like whoever's down that path or something always have like Saijima's jacket. だが怪盗の活躍によってミキコは無事救い出される。穏やかに眠るミキコを前に、つかの間安堵する怪盗だった。 Yeah, being exposed like that. So now this is chapter 4, Cat and Mouse. I don't know if this is going to be the last one or we got one more left after this, but we'll see.Right, that's it? I thought she woke up in the last chapter or something. That's it, take her to the police station. Nani mo sarete ne no ga? Ah, buji da. Ima nemura sarete ru dake da. Ah, yokatta. Kaito, Morei. Hayaku Mikiko-san wo anzen na basho ni.説明してもらうぞ、すべて。うん。I said that in the last chapter, chapter 3, pacing was just dreadful. 引っ越し前で散らかってるが、まあ座りな。Because one half they just give you lore dump, then the next half they just give you every type of gameplay. だとはな。なぜ言わなかった。俺らもミキコさんの正体を知ったのはつい先日のことだったんだよ。あの人がジュンの母親だなんて知らなかったんだ。ミキコが依頼人なのにか。ああ、彼女は名前も告げずに依頼してきたんだ。貞本ジュンという少年を保護してほしい。一緒に誰がいようと構わず拉致しろ。ただし絶対に危害は加えるなってな。どうも腑に落ちねえな。純や旦那に何も告げず、よりによって悪徳探偵なんかに依頼してよ。あいつはどういうつもりだったんだ。あの人がグレン会への復讐を企んでることは。I'm guessing that she's hearing everything. She's just playing possum. だったらよ、俺らにガキ拉致らせて復讐を成し遂げたら、純と一緒に海外にでも高飛びするつもりだったんじゃねえか。No, she's awake. Mikiko. Masaharu-san. Mucha shiagatte. Tasukete kureta no? Wasurete ka? Ore wa omae no yojinbou da ze.Okay, at least they've still got some connections. Mikiko, what happened? No, she wasn't that cold towards Kaito. At least that's good. その つもりだった。殺してやるつもりだった。つもりだった。だけど、何者かが私の先回りをしていた。It's the blue hair guy. 私が殺すつもりでいた連中を次々と。私より先に誰かが殺していたの。足崎とかいう昨晩燃えたビルで死んでた男もそう。私が向かった時には殺されていた。Okay, so her hands are clean. Right. So she didn't. お前は誰も殺してねえんだな。ええ。この手でぶち殺してやりたかったのに。残念よ。Okay, that's good then. That means that she can't go to jail. 誰が殺してたって言うんだ。お前の先回りをしてよ。知らない。そうか。So someone was going around killing the founders of Crimson Lotus before Mikiko could get to them.
But who else would hold a 14-year grudge against the guy who murdered Maho-chan and her family? I don't know, probably Maho-chan? Mikiko. Or that weird doctor? I want to talk to you. Yes. 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 Well, we're gonna ask all three, so ask about the motives. Mikiko, お前がグレン会創設メンバーの奴らを狙っていたのは、やはり夏目家の放火事件の復讐のためか。お前はあれがグレン会の仕業だって言ってたが。ええ、あの剣持って男、あいつ当時不動産ブローカーみたいな真似をしててね、派手に儲けてたの。それでうちの両親の土地も狙ってた。 Well, the Kenmochi guy, he's alive still. But he has regrets of murdering the parent and Maho. あいつらが放火した証拠なんて。 Because he didn't realize they were inside when he set the fire. 警察もストーカーの仕業だってことにして捜査終了。だったら私が連中を血祭りにしてあげるしかないでしょ。ミキか。Not fake suicide. 2年前、お前は貞本家から姿を消した。遺書を残して。自殺ってのが警察の見解だったらしいが、自殺なんかしちゃいねえんだよな。当たり前でしょ。銃を残して死んだりしない。グレン会の連中が私を殺して、そうでっち上げようとしたってだけ。やっぱそういうことか。にしてもよく助かったな。滝壺に落とされたんだろ。なんで助かったのかまではわからない。眠らされてたみたいだからね。運が良かっただけだと思う。気がついたら白川さんのところにいた。もうその時記憶は失っていたんだけどね。記憶を取り戻したきっかけは何だったんだ。テレビよ。テレビ？あの人が映ってたのよ、京也が。ああ、お前の旦那さんか。最近テレビにもよく出るようになったみたいだね。朝の番組だったかな。芸能人の横で得意げな顔してコメントしてたよ。それでようやく自分が何者なのか思い出した。グレン会の連中のことも全部。記憶を取り戻したのに家族にも連絡しなかったのは。 husband and work is 心配してたぞ。貞本さんも純も。うん、私にはやるべきことがある。それを成し遂げるまでは生きていることを知られない方が好都合だったの。じゃあグレン会の連中を全員ぶっ殺したらどうするつもりだったんだ。ジュンをバートーの連中に拉致させてよ。さあね、その先のことは想像に任せるよ。 Well, what the hell? Was she seriously planning to run off with Jun overseas? So she's planning to run off with Jun, like just her, but what about the husband?Just leave him behind. ミキコ、なんでよりによってこんな怪しい連中にジュンの保護を頼んだんだ。匿名で依頼を引き受けてくれる探偵を探してたの。私が生きていることがどこからか漏れて、グレン会の連中にバレたら奴らは私を始末しようとするだろうからね。一応探偵には守秘義務があるらしいけど、そんなの信用できない。だけど身分も明かさない女がある子供を拉致してほしいなんて依頼してきたら、正規の探偵なら断って当然でしょ。まあそうだろうな。それで元極道のこんな奴らに。もっとも五十嵐さんは途中から私の正体に気づいていたみたいだけど。ミキコさんには悪いが、いろいろと調べさせてもらったよ。驚いたぜ。戸籍上死んでることになってる女じゃねえか。しかも
グレン会とかいう、いけすかない半グレ連中に、一人で喧嘩挑むつもりらしい。こりゃ面白いってんで、こっちからも、いろいろと協力させてもらうことにしたわけだ。五十嵐さんたちには感謝してる。私の正体を知ってからも、いろいろと協力してくれたし。Instead, 千田さんなんて、自分の体まで張ってくれて。ところで、金はどうしたんだ？2年間失踪してたんだから、金なんてねえだろ。滝壺に落とされた時に、結婚指輪をしてたの。それを売っ払ったら、かなりの額になったから。ま、十分すぎるほどの依頼料だったぜ。But why would she do that? Coming from the guy who dropped 20...Coming from a guy who dropped 20 mil on a watch, man, how much was that ring worth? I wanna know what's like her perspective on her relationship with her husband. Nah, Mikio. 実はよ、お前の息子のジュンが俺のところを訪ねてきたんだ。母ちゃんを探してくれってな。五十嵐さんから聞いたよ。ジュンがあなたと一緒にいたってことはね。それ聞いてなんとなく事情は察してはいたけど。でよ、ジュンが言うわけだ。俺はあんたの息子かもしれねえって。それ、あの子の妄想だから。ああ、お前の旦那さんもそう言ってたけどよ。15年くらい前のミキコの日記に書いてあったらしいじゃねえか。今さら気づいたって遅いだの。俺にはもう会えないのにどうしよう。下ろした方がいいのかなだの。そんなこと書いたかな。おいおい、覚えてないのかよ。だって大昔の日記でしょ。そんなこと。あ、もしかして思い出したのか。ほら、正春さんに借りてたでしょ、5万円。一緒にショッピングに行った時、お金下ろすの忘れてて、一目惚れしたコートが最後の一着で、カードも忘れちゃってたから。そういや、そんなことあったような。って、おい、まさか。 She stole it. うん、返してないって別れた後に気づいてね。だからお金下ろして返した方がいいかなって思ったんだけど、あんな感じで出てった後にわざわざ返しに戻るのもすごく気まずいし、それで困っちゃって。紛らわしいこと書くんじゃねえよ。返した方がいい？5万円。もういらねえよ。そう？ならいいけど。And that's it, nothing else. Mikiko must be exhausted. I think I got what I need. Miko さん、無理しないでください。多分薬打たれたんです。僕で休んでてください。うん。お言葉に甘えさせてもらおうかな。あの千田って男、ミキコに惚れてんな。わかるか。まあね、惚れっぽいやつでな。依頼人に情を落とすんじゃねえっていつも言ってんだ。 Well, he's also into a fucking arm. そういうお前こそ。 That's a lot of people she got under her belt. 悪徳探偵らしからぬ入れ込み具合じゃねえか。かもな。ああいう着物座った女は嫌いじゃねえ。それに前に言ったろ、うちのお客様満足度は 80% 超えだ。ただし俺らがカモじゃねえ、お客様だと認めた相手に限って言えばな。悪徳探偵なりに筋ってもんがあるってわけかい。So what we do now, just waiting. Damn, Getsado Moto-san's a popular man in his field.
Mikiko did say he's been appearing on TV a bunch lately. なあ、カイト。ミキコさんは甘いもんは好きかな？ああ、コーヒーと合わせて食うのが好きだったはずだ。そうか、よし。Wow, that got to be the quickest pickup of a phone call ever. Kaito-san, the old hard disk data was salvaged. Nice. Oh, really? That's right. And, did you get the information? I really found some interesting information.Under the table transactions. もっとも、カイトーさんが調べている事件と関係あるのかはわかりませんがね。裏帳簿だと？ That just piqued my interest. どんな？不審な送金記録です。焼かれたのは警備会社のようだったのですが、17年ほど前から7年間にわたり用途のわからぬ金が、それもかなりの額が振り込まれているのです。送金元はルブニールというスマホ向けアプリの開発会社のようですな。スマホの会社が警備会社に不正送金を、目的は何だ？残念ながらそれは分かりませんでした。メールなどを漁ってみたのですが手がかりは得られず。そうか。それとこのドゥブニールという会社、すでに存在しないようです。 I mean, yeah, 17 years ago. ほとんど活動の記録がなく、どうも実体のないペーパーカンパニーのようにも見えます。なるほど、いろいろと気な臭いな。と、今のところ掴めた情報はこんなところです。 So basically, a company made another dummy company, dumped all the money into that dummy company, thenネットにはほとんど情報が残っていないので、足を使っての調査が必要そうですね。つくも、助かったぜ。ありがとな。いえいえ、またお手伝いできることがあればご用命くだされ。Type of thing, but like illegally. So now we got records of illegal wire transfer from a smartphone app company, to the security company. And the guy who ran the security company.Ashizaki was the one of the founders of Crimson Lotus. Guess a smartphone company and Crimson Lotus had some sort of agreement between them then. She escaped. I knew that was gonna happen. Mikiko? I don't know. I got in and the door was open. You don't leave a valuable asset alone.ミキコのやつ、どこに？まさか、グレン会の連中を槍に？あ、まさか。何か知ってんのか？いや、その…知らねえさ、何もな。お前に聞いてんだ。Okay, they both know what's going on. 何か知ってるんだな。ミキコさんは、その…死んだ！あの人が何するつもりだろうがな、最後まで見守る、そう決めたよな。ミキコ犯罪者にするつもりか？依頼人を守るのだって探偵の仕事じゃねえのかよ。てめえにミキコさんの仕事を邪魔させねえこと、それが俺たちにとって彼女を守るってことだ。五十嵐、やっぱてめえとはソリが合わねえようだな。力ずくでも聞き出させてもらうぞ。Yeah, that can work. 望むところだ。てめえのことは一度ぶっ殺してやりてえと思ってたんだよ。来いや、カイト。Is it one on one? Nope. It's not one on one. Yeah, it's another one. Okay.
Oh, I can't pick up the couch. That's a lot of damage. Oh, that took a lot of help. Ooh, this champion. Oh, Zone. Yeah, almost dead. Oh crap. Okay, that did nothing. Oh damn, I've got bleed effect, haven't I? Alright, that's it. Done. Now everything is back to normal. Ie, Mikiko wa doko ni itta? Ie, omae ni Mikiko san ga sukuren no ka? Just tell us where she is. Mikiko-san no kakaeru zetsubou wa na, Kaito. Omae ga souzou shite iru yori zutto fukaku. Yeah, this is why the dragon. But the. Ano hito wa yaite iru zou no hono wa. Ariya, mato wo bukkorosanakya osamarane monda. If they would have told us where she is in the first sentence, then we probably couldn't save her. But now we can't. It's gotta be the husband. もう一度聞く。お前にミキコさんが救えるか。彼女がどんな絶望を抱えていても向き合い受け止めてやれる覚悟があるのかよ。覚悟ならとっくにできてる。ミキコのことは絶対に救ってみせる。 この命に変えてもな。分かった。だったら行くぞ。行くって、どこに？横浜の偉人町だ。詳細は車の中で話す。やり残したことがあったら、今のうちにやっとくんだな。Okay, so I go to 偉人町。Come to think of it, June's still at the office.Better go check in on him. I wonder what he's doing in the office though, June. I mean, the cool thing about this game, I like how they're trying to authenticate this place. Like, you go to the shop and have like some real, like real products. Of course, not all of them, because you have to pay them like a crap ton of money to advertise a product, but still. Oh, he's still here.カイトのおっさん、母ちゃんは？ああ、なんとか助け出した。結局、
ミキコは殺しはしてねえそうだ。どういうこと？This is one thing I like as well when they're trying to get someone up to speed, they just skip through all that bullshit talk. But then again, they still like talking riddles, like you know, in the actual story. I don't want the kid to worry anymore. まだやることがあるみてえでな。Like they bring other characters up to speed, but at the same time they're talking riddles when you're trying to find out about something. そうなのか。やることって。買い物。Nice。買い物？そうなのか。で、カイトのおっさんはこれからどうするつもりなんだ。そのことだが、ジュン。ちょっと付き合え。付き合うって？たまには息抜きも必要だ。ずっと母ちゃんのこと探して気が張り詰めっぱなしだったろ。カムロジを案内してやるよ。え、いいのか？ああ、行くぞ。ああ。Who knows what happened in Ijincho? Better make the most of this, because I don't want to have any regrets.Might be a good idea to take Jun around and visit Higashi or Hoshino. I'll head back to Igarashi once I'm done. Okay, so I have to take him to both. Okay, he's the weird doctor. Kaito-san, were you able to find Mikiko?Oh, right, I forgot about Shirakaba. I left him at the hospital. Yeah, I found her, but it's kind of complicated though. Please tell me I'll give my life for her, blah blah blah. I'm on the M side of Kamuro Theater. Would you like to have a chat? Oh, that's it. Yeah, I'll stop by when I feel like it. Okay, so I can just.Go to the detective agency just right off the bat if I want to. Because this does give me like a final chapter vibe. Because it's telling us to do whatever we can. I guess I'll take him to Hoshino. Make him see the life of the lawyer. Yep, there he is. Niona. What is that? Oh, damn it, I have to freaking do that then. Oh, yeah, Genda Sensei said he and Matsugane-san were brother in arms. The boss did say he'sHe got in a lot of fights when he was younger. Yes, I know you smell something, Kaito. Yo, Hoshino-kun. Kyou wa hitori ka? Eh, Saori-san mo gaishutsu shiteite. Are? Kaito-san, sono ko wa? Irai-nin da. Koitsu no kaachan wo sagashitete na. Heee.お母さんのために自分で依頼に来るなんて偉いね。ちゃんと依頼料だって用意してきたんだぜ。2000万の腕時計だ。2000万の腕時計？冗談だよね。本当らしい。親父さんがでかいベンチャー企業の社長でな。コレクションをくすねてきたんだとよ。君、よかったら今度お父さんに僕を紹介してくれるかな？顧問弁護士とか必要だったりしない？は？星野くん、お前な。I like his thinking. あ、やだな。冗談ですよ。I might as well do it, rest Kaito will figure sniff himself to death. Right, where is it? That smell, there's something around here.You know, it'd be really cool if like someone played the first Yakuza all the way up to this to see how the city really changed. Oh, looks like a status update from Yagami. Kaito-san, I finally finished that job for Genda-sensei. I'll be back tomorrow morning.
Did you find the husband? You said he tried to run out on the divorce proceedings, right? Yeah, he ran off into the mountains with his son. We eventually cornered him on a lake in one of those swan boat things. Oh, this sounds way fun. You have any idea how hard it is to chase someone in one of those? My legs are dead after all that pedaling. Damn. Sounds like another day on the job. We always get stuck doing that shit, whether it's in Kamurocho or Ijincho. You can say that again. Well, I'll be back soon, so hold on to four, right? Sure thing, and don't forget to bring me back a souvenir. Message? Dore kara? Yagami Takayuki. Ore wa Tabo tte yonderu. Ore no yatoi nushi de, ma, aibou mitai na mon da.強いのか？まあそれなりにな。って言ってもまだまだ俺にはかなわねえが。I beg to differ. I think Yagami is stronger than Kaito. へえ、その感じだとその人も相当強いんだな。It's like the debate who's stronger, Kiryu or Majima. 今度機会があったら紹介するぜ。Kaito のおっさんの相棒か。Well, the answer to that is Kiryu, of course.But I do like Majima's mobility with his breakdancing skills. Yeah, are we going to meet him? There he is. Yo, Higashi. Are? Kaito no aniki. Sono ko dare desu? Oh, yeah, this is. Yeah. That was like chapter one shit. Ah, kono ko ga rei no.なんで兄貴がそのガキとつるんでるんです？まあいろいろあってな。こいつの母ちゃんを探してる。ミキコだ。あ、いや、he knows about ミキコ。それじゃあこの子ミキコさんの。ああ。で調査の結果、ミキコが生きてたことが分かってな。そうですか。よかったです。ふん。なるほど。この人が東くんか。母ちゃんの日記にも書かれてたぜ。I'm guessing nothing too impressive. まだちょっと頼りないところがある弟分なんだよな。え？ミキコさんがそんなことを？あの子悪ぶってるけど優しいし、度胸は今一つだし、ヤクザに向いてないんじゃないかとも書いてあったぜ。な、東、今度ミキコと再会したら。店長として立派にやってる姿を見せて見返してやれ。もちろんです、兄貴。Right, the tour is not over for this little kid. Look at there he is. そう、行くのか？あ、海藤さんに、純くん。一応報告に来たぜ。なるほど。カムロ町の連続エリート殺害事件の背後には真犯人が。I mean, if the story has happy ending, it would be pretty funny if, like, all the people who liked Mikiko confess their feelings, like, all at the same time. 事件の犯人であるグレン会創設メンバーへの。Only for her to like shut them all down. わからねえ。五十嵐の野郎がいろいろと知ってるようだった。詳しい話をこれから聞かせてもらうところだ。そうですか。白川さん。あんたはまだしばらくカムロ町にいるのか？ Take care of June. せめてミキコさんが戻ってくるまでは。もう千葉の家に戻ったっていいんだぞ。後のことは俺に任せてくれ。いえ、私にはまだやることがありますから。なあ、やることって風俗？違いますよ。てか、どこでそんな言葉を覚えたんですか？まあ、しばらくカムロ町をうろついてたからな。まったく、教育には良くないですよ、この町は。Oh, I get it, happy ending. If he's on about the sexual stuff, then I understand what that means. Okay, so we've done all the talking and socializing. Let's go back to the agency. Right, let's go.
カイト、もう用事は済んだのか。ああ、こいつ。安心しろ、もうお前をどうこうするつもりはねえよ。こいつらはな、ミキコに依頼されてお前を探してたんだ。はあ、どういうことだよ。Again, catch him up to speed. マジかよ。悪いな、坊主。最初は俺らもお前がミキコさんのガキだって知らなかったんだ。散々誘拐しようとしやがって。しかも力ずくでよ。お前らは一遍死ね。んだったクソガキ。てめえが言うこと聞かねえからだろうが。聞くわけねえだろうが。誰が怪しいヤクザについてくか。バカだろお前、少しは頭使えよ。てめえ、yeah, バカはてめえだろ。二人ともそこまでだ。センダー、俺らにはやるべきことがあるだろ。おう、そうだったな。頭が待ってる。カイト、準備はいいのか。Am I forgetting anything?I'm pretty much ready. 大丈夫だ。よし、だったらとっとと向かうぞ。なあ、それとそのガキは留守番だ。カジラはあんたと大人の話をしたいそうだ。マノはマノ。何？んだよ、俺も連れてけよ。ダメだ、クソガキ。クソ大人か。No telling what's about to happen. Might be best if Jun stays back. Jun, お土産買ってくるから、俺の事務所で待ってろ。いいな。わかったよ。なあ、カイトのおっさん。母ちゃんが買い物に行ったなんて嘘なんだろ。母ちゃん、戻ってくるよな。I don't think Guns is going to be that type of happy ending for Kaito either. 頼んだぜ。あんたを信じて任せるんだからな。ああ、約束だ。必ず連れて帰る。約束だからな。まったく。クソ生意気で、ませたガキだぜ。だな。Right, on to 偉人町。おい、五十嵐、なんで偉人町なんだ。事件はずっとカムロ町で起きてたはずだろ。偉人町のホテルで今日、グレン会の前身になったサークル、リゾームの同窓会がある。そこには、まだやられてねえグレン会創設メンバーが全員顔を出す予定なんだ。まさかミキコはそれを狙ってまとめて殺すつもりだってのかよ。ああ、だがそれだけじゃねえ。ミキコさんの最後の的、一番殺さなきゃいけないやつも、yeah, the drug guy. 多分そこに現れる。I forgot his name. クレン会の他に誰だ。ミキコさんの先回りをしてグレン会創設メンバーのやつらを殺し回ってた。Okay. 真犯人だ。Not the drug guy. 何？どういうことだよ。なんでミキコの仇をぶっ殺してた真犯人をミキコが殺そうとするんだ。Because they're taking out her purpose. 言ってみりゃ、同じ目的を持った者同士。She is the one that wants to kill them, but 探偵なんだろ。ちった、自分の頭で考えてみたらどうだ。お前が持ってる情報から推測できるはずだぜ。偉人町に着くまで1時間はかかる。探偵らしく推理を楽しもうや。推理だ？俺はな、足を使って調査するタイプの探偵なんだよ。まあそう言うなって。それにあんたが勝手に真相にたどり着いたなら一応俺たちも守秘義務に反さねえからな。仕方ねえ、付き合ってやるか。真犯人か。
Okay, so I have to figure out myself. Let's do this, Brain. Who would Mikiko want dead even though they're killing Crimson Lotus for her? One thing that was stuck in the hard drive? The owner of the security company, Ashizaki's office, was burned. Ashizaki, that's his name. But the reason for the fire was Ashizaki to kill Ashizaki. Ashizaki's guy No, that's his name. Get rid of evidence. Oh, that's good. Evidence. 犯人にとって不都合な証拠があったからだ。つまり証拠を隠蔽するために放火したんじゃねえかな。なるほどね。それで犯人が隠蔽したかった証拠に心当たりがある。 I mean, the hard drive got salvaged. This one, that's what I'm guessing. 知人に頼んで現場にあった焼け落ちたハードディスクからデータを引き出してもらったんだ。中には燃やされた警備会社への不正送金の記録が残っていてな。送金元の会社は今はもう存在しねえスマホアプリの開発会社だったらしい。もしかしたら犯人はこの記録を消したかったのかもしれねえ。ほう、そこまで掴んでるとはやるじゃねえか。ちなみにそのスマホアプリの開発会社ドゥブニールって名前じゃねえか。なぜわかった。俺らはミキコさんの依頼である男について調べていたんだ。その調査の中で俺たちはドゥブニールってペーパーカンパニーがかつて存在していたことを使った。 Man, this would be a sick drive if no one's on the road and like you're by the俺たちが調べていたある男は You're by yourself. そのペーパーカンパニーを通じて I mean, that was like when COVID hit. All the roads were empty. You could just drive at your heart ledger. On the motorway, of course. Not on the normal street. そのある男ってのがこれまでグレン会創設メンバーを殺し回っていた犯人だってことか。そういうことだ。さて、ではそのある男は誰なのか。ヒントはミキコさんがなぜ匿名で俺たちに純の I'm saying it's the husband. I've been saying that since chapter 1. なぜってあんたらが守秘義務を破って誰かにミキコが生きてることを話すかもしれないからだろ。ミキコはグレン会の連中に生きてることを悟られずに復讐を成し遂げるつもりだったんだ。そうだが、それは理由の一つに過ぎない。生きてることが伝わったらまずいやつがグレン会の連中以外にもいたんだよ。事実ミキコさんはそいつに自分が生きていることを決して告げようとしなかった。記憶を取り戻したなら生きてることを伝えて叱るべき相手にもかかわらずな。まさか。わかったようだな。 This is insane. Can this person really be the killer?貞本京也か。あいつがグレン会創設メンバーを殺して回ってるってのか。ええ、そういうことさ。I mean, it's obvious he looks like Soma from Lost Judgment. なんだと。じゃあ、動機はグレン会との黒いつながりを消した。 Like I said in previous chapter, they just generated this Soma's face and that's what popped up. As some sort of lookalike.ミキコの実家を放火したメンバーでもあるんだぞ。 Exactly, he's a businessman. なぜ妻の両親と妹を焼き殺した連中なんかと貞本は黒いつながりを持っていたんだ。 He wanted the house, but they wouldn't give it, so just burn it alive.
そこに気づいたか。じゃあもう一ついい情報をやる。サダモトの作ったペーパーカンパニードゥブニールから足崎の警備会社への不正送金の記録は17年ほど前からあったらしい。これが何を意味するかわかるか。その事実なら俺も掴んでるが、おかしくねえか。17年前ってのはミキコがサダモトと結婚する前だぞ。その頃からサダモトとグレンカイがつながっていたってことだよな。何がどうなってる。だったらこう考えるしかねえだろう。夏目家放火事件もサダモトとグレンカイとの黒いつながりの一つとして起きた事件だったってな。なんだと。それじゃあサダモトがあの放火事件に絡んでるってのかよ。ああ、2年前ミキコさんはその事実に気づいたせいで消されそうになったんだ。サダモトとグレンカイにな。 This is obvious. Like I said, he offered a huge shit ton of money to Kaito, like, to find her alive. 全て聞かせてもらうぞ。And also, like, was this after they got married? Like, when the house burned down? Or was it before they got married when the house burned down? Sadamoto Kyoya. Aitsa nani mono nanda? Akuma da yo. Gokudo mo massou no da. Akuma da to? Douyu koto da? Subete no hajimari wa...ケンモチが大学時代に立ち上げた。That's the name. How can I forget that wonderful name? リゾームは巷のイベント系サークル同様、仲間とつるんでコンパやらライブツアーを組んだりして小銭稼ぎをしていたらしい。その頃は大した儲けはなかったみてえだ。だが同じ大学の経営学部に通っていた貞本京也がアドバイザーとして顔を出すようになってから様相は一変した。連中は貞本の口車に乗せられ、かなりグレーな領域にまでビジネスを広げていったんだ。アドバイザーを名乗っていた貞本はサークルに正式に所属こそしていなかったらしいが、その能力と活躍っぷりからメンバーの間でカリスマ扱いされるようになっていったという。そのリゾームの連中が立ち上げたのが半グレのグレン会だな。ああ、剣持を中心にな。で、貞本の方はというと学生時代に通っていて、卒業後は sort of like the students in the Lost Judgment。 若造が生きて立ち上げた。Not those bully students, but that 17 years ago when the kid was in a coma, those students. そんな貞本にとって、グレン会とのつながりは好都合だったってわけか。そういうことだ。おかげで。サダモトの会社は順調に成長を遂げていった。だが、それも次第に陰りが見え始めた。莫大な投資を行い立ち上げた新規事業が見事に突っこけて、Until one day. 資金繰りに苦労し始めたんだ。そんな時に奴が目をつけたのが、ミキコさんの両親である夏目夫妻だった。ミキコはいつ貞本の本性に気づいたんだ。2年前のことだ。貞本が珍しく深酒して書斎でパソコンをつけたまま眠っていたらしい。そこで偶然見しまったそうだ。グレン会の剣持とのメールのやり取りをな。アマチュアムーブ。不審に思ったミキコさんはその場で過去のメールのやり取りを遡ってみた。そこであらかた何があったかを察したようだぜ。だがそこで貞本が目を覚ましちまった。
データを見られたと知った定元は襲いかかってきた。あのミキコがオフィスワークの仇にそう簡単にやられるとは思えねえが。 Nope, she got ass kicked. いや、それがあっさり帰り討ちにされちまったそうだ。Emotion distress. ハングレみたいな裏社会の連中と付き合いのある男だ。もしかしたら暴力の扱いには慣れてるのかもしれねえな。それでミキコが貞元に襲われた後は、ミキコさんはその後の記憶が曖昧らしい。おそらく薬でも盛られてグレン会の連中に後始末させたんだろうよ。夏目家放火事件に貞元が絡んでいた、間違いねえのか。ああ、むしろ貞元が主犯格と言っていい。15年ほど前のことだ。貞元は不動産ブローカーをやってた剣持から土地の開発計画を聞かされたらしい。話がまとまればでかい金になる案件だ。だが夏目夫妻だけが土地を売り渡そうとしなかった。だから放火して脅す、昔仕上げ屋なんかがやってた手口だな。それだったらまだ可愛いもんだぜ。いいか、貞元が悪魔的なのは剣持から持ちかけられた相談を自分の会社の問題をも一気に解決できる計画に差し替えちまったところにある。どういうことだ。カイト、夏目家は地元でも有数の資産家だったらしい。不動産や所有している株も含めれば数十億もの資産があったという。当時資金繰りに苦労していた貞元はこの財産をまとめていただいちまおうって考えたんだよ。そんなことどうやって。まさか。 Make it look like an accident。 ああ、ミキコさんとの結婚も最初から貞元の計画のうちだったって。 Okay, so this is way before well, not the arson part, but getting あの貞元って男は人を魅了する才能に異常に長けていたようだ。大学のサークルでは伝説の OB として教祖様みたいな扱いだ。社内でもカリスマ扱いされてるんだとよ。グレン会の連中も貞元の汚れ仕事は喜んで引き受けていたって話だ。夏目夫妻も例外じゃなかった。誠実な青年実業家を装う貞元に、They've shown Kaito but accepted this guy because he's successful. 夫妻の心を掌握した貞元は娘が極道と付き合っていることや次女がストーカーに付きまとわれていることまで聞き出した。おい、なんでそこで俺の話が出てくる。 You left her alone. That's what I'm guessing. 計画に利用されたんだよ。俺も。How am I part of his plan? He probably shot his boss or something. Or you left her alone and then he just swooped in and just. Like a classic widow move. 貞元を紹介されたミキコさんは結婚を考えている恋人がいることを貞元に告げたらしい。すると貞元はミキコさんとあんたとの仲をむしろ応援するとか。 Like when a widow loses a husband, you can easily swoop in and just woo her, that type of shit. 相手の男が本気なら極道から足を洗ってくれるはずだの。抜けるのに上納金が必要なら両親を説得してやるだの。必要なら弁護士を紹介するだの。もっともらしい提案をしてきたらしいぜ。貞元がそんなことを。貞元の野郎は分かってたんだろ。極道が簡単に組から抜けられるわけがねえって。おまけに当時の松金組はトラブルを抱えてたんだろ。貞元はお前が抜けられるはずがねえと確信した上でミキコさんを煽ったんじゃねえか。そしてまんまとお前らは思惑通り動いてる。 Of course this guy's like Aizen or some shit. Everything was planned out from the beginning.その後貞元は昇進のミキコさんに狡猾につけ入っていった。
貞本との仲を押していた両親にも説得されたんだろうな。結果、思惑通り貞本は美希子さんと結婚。頃合いを見計らい、夏目家は放火され、奴は莫大な遺産を相続したってわけだ。とんでもねえだろ、貞本って野郎は。出来婚だったみたいだしな。その計画のために、結婚せざるを得ないよう仕向けるためにガキを作ったんだろうよ。言ってみりゃ純は貞本にとって金儲けのための道具に過ぎなかったんだ。Yeah, that's just going through my head, like, yeah, they had sex. Yuck. Tragic, tragic! かわいそうだぜ、ミキコさんも、チュンも。And that is it. I think that about wraps up for now. にしても、よく調べたな。さすがは、元登場会の自称調査部門だけのことはあるな。まあ、社会の裏も表も知り尽くした俺たちだからできたことだ。登場界の調査部門ってのは自称だがな、調査能力は伊達じゃねえってことさ。そうかよ。で、どんな気分だ。貞本の野郎に踊らされ、最愛の女と別れさせられたって知った気分はよ。Same story as Kiryu's, except the whole Aizen plan shit. 選んだのは俺だ。なんだ、つまらねえな。意外と冷静じゃねえか。だが、貞本の野郎は一発殴ってやらねえと気が済まねえ。おお、そう来なくちゃ。どぎついのを一発かましてやれ。ここか。ああ、OB 会は毎年やってるらしくてな。貞本京也は毎年顔を出しているらしい。まだやられてねえグレン会創設メンバーも来てるはずだ。とにかく、ミキコがバカな真似する前に見つけ出して止めなきゃならねえ。We're gonna be too late. Either she's on the ground all beat up, or she's like...We just caught her right at the moment. 受付か。関係者じゃねえとさすがに入れねえよな。カイト、どうするつもりだ？ Sneak in? ここは探偵らしく行く。どういうと？潜入だよ。変装してな。おいおい、大丈夫か？会場の連中に比べると、随分とおじんだろ。まあそこは考えねえとな。Guess I gotta pay real close attention to the guests and see if I can find a way to sneak into the venue. Maybe I can find a disguise or something. So first person mode? Oh? Hmm? Everyone's okay, mid-20s, early 30s.Maybe a guy in his 40s stick out like a sore thumb. Nah, screw it, I can still rock it. At least I hope I can. Wait. Are we talking? Sakio do swap the token in the motor. And that's what we need. Squishing the Hatano Dunga. My. Mamma Kaijo dashi. Are we a hero Tamanoni? I thought it was some sort of like card. Sounds like the guy dropped something, maybe by a chair.So where's the chair? What we have here? This must be what the guy dropped. He said find his keeper, so I'll just hold on to this. We can go forward. No, I can't. Ah, Rizome の OB の方でしょうか? Oh, そうだ。何年卒の方ですか?10年くらい前かな。ナイス。お名前は？
カイトだ。名簿に名前がないですが。List. Well, shit. え、いや、ちょっと用事を思い出した。失礼するぜ。え。Don't think I can pass myself off as one of them. Gotta try a different angle. Better take a closer look around. Right, let's talk this center. お前は何をしてるんだ？ミキコさんが入ってこねえが見てるんだよ。なるほど。ミキコがこれから現れるなら、ここを通る可能性はあるな。How she's gonna get through? カイト。She's not on the list. 何か手伝えることがあったら言ってくれ。頭のメールだ。ああ、そうさせてもらうよ。Unless she's like inside of the books. お、これか。Oh, here, a couple of books. Might be able to slither my way in if I hide under that. Wait, nah, who even does that? That's not gonna fool anyone. Next idea. Well, it worked in a certain espionage game. Moscow. What's that Moscow called again? Kamulop. Tak said he wore one of those costumes once. Guess he's here to liven up the party. I could probably walk right in if I had that on.That said, can't imagine I'd get my hands on one. Now they got a bunch of spares just lying around. 6.5 hours later. What the hell? Yep. That took longer than it needed to be. A waiter. And they just lure him into a toilet and then just bam. Hit with the one piece. They can get in and out without raising a stink. Sneaking in dressed up as a waiter might be a weird go. Problem is, where do I get the uniform? Alright, let's see what I can find. Okay, it's not the box.Oh, look at that, they finally opened the way. Can't just strip the clothes off here. I need to figure out a way to get a waiter's uniform. Yeah, restroom. There's a toilet, so restroom's here. Something there. Sound gun, a key. I don't know what it's for, but it might come in handy. I'll hang on to it.Is that locked? No, that's open too. これか。なあ、この間入った新人どこ行ったんだ？ああ、喫煙所じゃないか？さっきここの奥に歩いて行ったし。Of course, I got to have a new guy. もうすぐ始まるのにタバコってサボりかよ。お前ちょっと呼んできてくれよ。え、やだよ。あいつ構成し損ねたヤンキーみたいな見た目で怖いし。それに俺。喫煙所の鍵持ってないもん。お前が行けばいい。Good, we got the key. やだよ。俺も怖いもん。できればあんまり関わりたくないタイプなんだよ。We did it the wrong way around, but at least we got the key. So we don't have to go back and forward. ま、責任のある大人だし、パーティー始まったら来るだろう。そうだな。無理に俺らが呼びに行く必要もないよな。So there's a waiter slacking off in a smoking area past here, huh?This might be my chance, better check it out. This, no, that's evacuation. Smell food. Nice. I hear people cooking, kitchen must be back there. Right, so that's kitchen.But it's locked. Might be open with the key I picked up earlier, will hurt trying. Hell yeah, open. Time to meet our slacking waiter friend. Wait a minute, that waiter. Was he supposed to be someone? Darina! 接客なんかやってられるかよ今日なんて
青くせえガキばっかりだしよ。しかもダイツもカイツも態度が悪い。Raoul's getting under his skin so bad he doesn't even want to work. We'll try to persuade him to fork over his clothes. Nah, Anta. Well, by persuade, we'll probably give him money for it. Omae! Are? Moshikashite, Tashiro-kun ka? I have no idea who that is. Kaito! Nande temei ga? Omae koso, nande boi nanka yatten da yo? Is this character from the first Digimon game? I was here for several years, an event company producer, and I was doing flamboyant work. But because of Yagami, my evil deeds got revealed, and I got fired from the company. So, I don't understand, but the evil deeds got revealed.要するに自業自得だろ。うるせえ。そもそもてめえらのせいなんだぞ。あ、looks like we have to fight。てめえらに俺のお気に入りの一丁ら追い剥ぎされてから、俺の運気は下がりっぱなしなんで。I think yeah, I think it was first Yakuza game. That's Yagami. This guy, that's him. その服、ちょこっと貸してくれねえか。な、なんだと。どの口で頼みやがる。ちょっと待って、必要なんだよ。いいだろ、減るもんじゃねえし。ふざけんな、むしろてめえが脱げ。なあ、なんでそうなるんだよ。He's got a point. The way a guy. 俺の味わった屈辱をてめえにも味わわせてやるんだよ。脱がねえつもりなら脱がしてやんよ、この野郎。おい、やめろって。追いはぎの剣は悪かったって言ってるだろ。うるせえ。12月の寒空の下、裸に向かれて打ち捨てられるヤクザの気持ちがてめえにわかるか。That's pretty cool. てめえを裸にひんむいてやらなきゃ俺の気が収まらねえんだ。覚悟しやがれ。仕方ねえ。だったらこっちも強引に行かせてもらうぜ。No, he's part of his family. Matsudane family. Oh shit. Nice.I'm guessing we knocked him out. Oh, we did it again. Tetsuro's Kun waiter uniform. Alright, time to get dressed and sneak in. Nice.Okay, those guys aren't there to question me. Ooh, and a different waiter as well. Nice consistency. If it was the same one, then she would have recognized his face. Now there's a blue-haired dude.I guess those guys are some of the founders, I think. Where's Mikiko and Sadamoto? Both are probably staying on the down low. If it's down low, then they're probably upstairs. Or the both of them are probably inside of there, like that's a sort of a dimension. Like, you know, they're inside there fighting it out, duking it out.So that's Crimson Lotus Founders Table. They know my face, so better keep my distance. Think he's gonna ask for a waiter? Okay, he's not asking for a waiter.
Hey, I think I've seen that guy on TV. Some kind of celebrity, I think. Damn, I guess Crimson Lotus even has his own claws in the entertainment industry. あのお客様、よろしいですか? この女性を見ませんでしたか? ああ、誰? リゾームの元メンバーで 誰か知ってる? うちらの代じゃねえよな 知らねえな、見たことねえ顔だ あそこに立ってるあんたの同僚にでも聞いたら ずっと会場にいるし見てるかもよ ありがとうございます Even if Miko is here, she's probably doing whatever she can to blend in. Gonna be tough to spot her. Now let's talk to the waiter. That doesn't cut it, then I'll talk to the lady. Nah, just いいか? お客様を探してるんだが。誰ですか? この人だ。見たような。見てないような。Which one is it? 大事なお客様なんだ。Have you seen her? Have you not seen her? 思い出せねえか? そういえば、あの席によく似た女性がいたような。Nope. そうか。その女性はその後どこに? いえ、ちょっとわからないですね。そうか。I could try asking that lady there. Okay, those two are different. お客様、少々いいですか?人を探しておりまして。お客様?あのさ。気安く話しかけないでもらえる?私は今、旧友と思い出話に花を咲かせていたところなの。それは失礼しました。ですが、非常に大事なお客様でして。え?大切なお客ってもしかして、リゾーム創設メンバーの人たちとか?あ、she's a fun girl。私も超話したいんだけど。あ、いや、その人では。あっそ。じゃあ邪魔しないでもらえる?そこをなんとか。あ、西尾さん、いらしてたんだ。So much for catching up to an old, with an old friend. I'll just have myself a chat with the friend she built on.すみません、お客様。この女性を見かけませんでしたか?ああ、この人。さっきいたような。間違いないですか?今はどこに?あ、いや、記憶違いかもしれませんよ。その人、誰とも話さずにすぐに席を離れていきましたし。Where did she go though?That could have been Mikiko. Maybe she keeps switching seats so she doesn't stand out. そうですか。では、貞本京也という男性を見かけませんでしたか?貞本さんですか?あの伝説の OB の?一度お会いしたかったんですが、急用で来られなくなったみたいで。来られなくなった?間違いないですか? Bullshit. ええ。どうしても外せない会議が入ってしまったとかで毎日分刻みのスケジュールでとても忙しいみたいですから仕方ないですけどね If Sadamoto isn't here then that means Mikiko can't go through with the plan Couldn't spot Mikiko anywhere in this venue so Sadamoto cancelled Which means Mikiko isn't even here is she? 入れないってどういうことよ いえ、増田皆様はすでに入られていまして。いや、だから、増田皆は私だって言ってるでしょ
今来たばかりなのに、なんで入ったことになってんのよ。 Yeah, so she used her check-in stuff. Did someone check in username? Wait a sec. お客様、どうされましたか？いや、私、今来たところなんですけど、すでに入場したことになってるみたいで。増田さんという方がすでに入場している。間違いないですか？はい、名簿もチェックしましたし。もしかして増田を名乗っていた女性、この人では？あ、そうです。すごく綺麗な人でした。やはり。その女性どこに？会場に入られたはずですけど。あ、でもすぐに出てきてトイレの方に向かってましたね。She's grabbing a gun from the restroom. Makes sense. She wouldn't want to go after Crimson Lotus out in the open. Maybe she'll pick them off when they're alone in the restroom. Could have spiked their drinks with, whatever that is. わかった。あ、ちょっとどうなってるの？I'm coming. Empty. Oi! Just a generic NPC. 生きてるな。何があった？トイレに突然女が入ってきて。襲われて。その女は貞本美紀子だな。そうだけど、なんで、あんた誰だよ。その女はどこに行った？あの女、京也さんを探してた。貞本？だが貞本京也は来られなくなったと聞いたぞ。違う。京也さん、サプライズゲストに出てくるよって。 He's going to, like... さっきまで控え室にいたんだが、タバコを吸う屋上に。 I thought like he had his own room. それじゃあ、ミキコも屋上に向かったんだな。 Then certain people can go up there and meet him. Well, he's on the roof, so this seems awfully familiar. Okay, head up trap from there.No, I won't. Hey! What is it? I'm sorry, but I'm in a hurry to get out of here. You're not a fool. You're a fool. What are you going to do here? No matter what. I hope I don't have to fight him. From here, it's a strong attack. I'm in a hurry. I'm not going to die. Okay, I'm going to fight him. Shit.This guy does like combos for days, and there's nothing around for me to use. Oh, God damn it. And one down.Yeah, and he has a weird fucking fighting stance. He does like all low attacks with his damn legs. Nice one on one. Nice. Nice. Did I break his guard? No, I didn't break his guard. Fuck's sake, man. Leave me alone. Can I grab him? No, I can't. I couldn't evade in time. Bitch. Well, I think this fight is not going to go any better now. Since I've lost first time, I'm going to...
Mark, almost good. Okay, that wasn't that bad. Can I grab him? Even grabbing doesn't work in this game, what the hell? Oi, Kaito! Skedar Suzy! Sasa do Katasakirza! Sumane! Taskaru! An? Temer nani yattenda? Bu korosu yaru! Abaruze! The second time around! Oh my goodness! Oh my goodness! I mean, I got some backup, but these guys are not going to do fuck all. Oh, and those guys also got red. Alright, he's been awfully conservative. Okay, I'll take it. Oh, now I can grab. That was awful. さんの居場所は分かったのなあ、どうやら貞本を追って屋上に向かったらしい。これ以上連中に見つかると厄介だ。ここから登るぞ。 Yep, let's take the stairs up to about 2 floors and then go inside some random building. How can I see?もしかして No, it's two fatties. 仲間を呼ばれると面倒だ。手早く片付けるぞ。さあ、来い。あ、コイケが purple health。Okay, he didn't give me that much time to react. I say, get up. And there's some narrow ass hallway. How am I supposed to fight in here? And you send a fucking dealing in damn action. Okay, one fat bastard down, and two fat bastard down. There it was. Sake. Well, there's some elaborate maze. Hey! Mada tsukaku ni iru hazu da! Tagashi sase!いたぞ、カツラだ。どうやらすでにお尋ね者ってわけか。That's a lot of people. Oh, that guy got a gun. おいおい、何人やがんだ。Take the guy with the gun out first. There he is. Get these out. Anyone else with a gun? Nah, we good, I think. Ouch.What am I doing?
Ah, just heal. Are these guys gonna help? I guess like on legend difficulty, these guys are like extremely useless. どこかに客室用のエレベーターがあるはずだ。そいつで一気に最上階まで上がるぞ。Okay, so find the elevator. Can we just go that way? Yes, we can. よし。こいつで最上階まで上がるぞ。やつらだ！いたぞ！くそ。まだ嫌がんのか。If these two can take care of it, yep. ミキコさんを頼んだぞ。ここは俺たちに任せて先に行けってやつだ。I mean, these guys didn't help me when actually needed them, and now they're gonna help. このくらいの人数、俺たちで何とかしてやるよ。すまねえ、頼んだぞ。やっぱりちょっと多くないですか。うるせえ、行くぞ。Oh, this is our sixth dungeon. It's dark. Did Igarashi and Senda kill the power? That helps a ton. Ooh, so we're gonna sneak our way through? Not like security lighting up at all, though. And that guy's got a piece. Can't let them pick me up from a distance. Gotta watch my ears. Yeah, stealth. I just heard run.That's it, inspect the coin. Okay, his gun didn't break, so that means he's going to wake up.I think I might get it wrong. If he just does turn around. Yeah, I did it wrong. No. What an odd of that.Oh, nice.What the hell is this in the base game? That would be way useful if I got a card, then you could just take them out if you use the right button prompt. Okay, it looks like down here. No, do not. Itazo! Kochi da! Kisei!Net, we're surrounded. 手間かけさせやがって。もう逃がさねえ。ぶっ殺してやる。Oh, so they're not gonna. Oh, this guy got. Now, might as well. Alright, get that little shit.
Oh no, here comes more, okay, don't have guns. I mean, good thing, like, in the first game, like, if we got shot, then that health would have was gone forever. So it's a good thing that that's not in this game. I mean, I forgot all about that. I just realized that was in the first game based on, like, watching reviews for the first game. And I was like, wow. They even had that mechanic. Okay, so this is equivalent to, like, fighting 100 of them in that warehouse. And I'm damaging all my freaking weapons in the process. Grab. I can grab the thing, don't break it. Nice. Wait, did I fight Hori before? I guess it doesn't matter. Gurira. What's Gurira? Defeat enemy by throwing them. Wait, there's Alpha Gurira. Oh, defeat all enemy by throwing them. Now can we go through the magic door? That it took way more time than I would have liked. The stairs to the roof are just over there. Did we get that? High tech shin guards. Let me see if we can upgrade my stuff. Binding is still the same. Oh, okay. Yeah, I guess not. Alright, I'm not gonna waste any more time. What should be like the treasure on the other side of the map? Yeah, that's a lot of shit. Toughness. Oh. I don't want to smoke. Fresh Eden Lilith. Warning, tough enemies way ahead. You won't be able to return to town, so you might want to make a backup save. So 6 hours or 38 minutes. Sadako Mikiko should be up ahead. Am I ready for this? Yep. Now here comes the drama. Oh, she wears a nice dress. Are you gonna shoot? Mikiko. 本当に僕を殺すつもりかい？それ以外にここへ来た理由なんてない。She's got a gun, so I know what's gonna happen. We're going to fight her husband. The gun's gonna be dropped on the floor. The husband's gonna get it and shoot Kaito, but she's going to jump in the way or go to shoot her. While Kaito's incapacitated. I'll just shoot him.僕はともかく母親のお前まで人を殺して、ジュンはどう思うんだろう。そういうこともちゃんと考えた上での行動なのかな。そう、優しい君なら当然考えてしまうことだよな。そして考えた途端に身がすくんでしまう。まあ、こういうところがこの女のいいところだ。そうだろ？カイトーさん。てめえ。
でもこういう人間じゃ金儲けはできない。ビジネスチャンスってのはあちこちに転がってる。しかしほとんどの人間はそれをつかむことができない。答えは簡単だ。金と自分、それを最短距離で、しかも最速でつなぐことができないからさ。世の中の常識だの、煩わしい人間関係だの、そういうものにいちいちこだわる。そんなんだからダメなんだよ。だからお前は、So is he a psychopath? A person that can't feel emotions and shit? そう、理解が早いね。あんた見込みがあるよ。夏目家の件はなかなかリスキーな選択だったけど、結果としては大正解だったよ。我ながらナイスなアイデアだったね。この野郎、今日や魔王たちを殺して大正解だって、ふざけるな。やっぱりあんたは死ぬべきなんだ、今この場で。なるほど、純のことより僕への殺意の方が上ってことか。本気で人を殺す覚悟はできていると。 OK、 まずそれを確認したかったんだよ。How the hell is he so calm when he's staring down the barrel? Has he got backup? くそ、話しやがる。剣持ち、遅いじゃないか。京ちゃん、悪い。So that's his ace in the hole.貞本、てめえ。おっと、動くんじゃない。動けば純の命はないよ。動けないだろ。この子は僕の血を引いてるからね。いつ寝首をかかれないとも限らない。しつけをしておいて正解だったよ。Well, so he planned all that shit as well to give him the trauma of a knife so this shit could happen. It's getting ridiculous. What? First, I'll clean up the rest of the thing. If you want to help Jun, shoot Kaito. Fuck, this is bad. Jun completely freezes up when this happens. Think, Kaito, there's gotta be a way out of this.June's freezes up, Kenmochi, Mikiko, she's no. I don't know, let's try Sadamoto first. Sadamoto! Oh my. Konna go to stay, tada de sumuto, omoten noka. Sekak no chio, Ushinau kotoni naruzo. Mochiron, Hakakusta sai no risko and Nishiki stereo? Daga soreo shorts no way de atternoza.リスクを前に踏みとどまってたんじゃ、ベンチャーの経営者なんてやってられないよ。リスクがあろうとそれでもやる価値がある。そんな時に目標に向けて迷わず突き進むことができる人間こそが成功者になるんだ。 No, God, he's not the type to get talked out of his plans. Okay, reassure Jun. Jun, 大丈夫か？すぐに助けてやるからな。No luck trying to kill the clear, Kenpochi. Hang on, Kenpochi thinks Mikiko killed those Crimson Lotus guy, doesn't he? Okay, try telling the truth, see if that changes mind. Hey, Kenpochi! You... You're killing the friends of Mikiko, right? You think Mikiko is killing the friends of Mikiko? What's up now? It's a good thing.ミキコが言っていた。グレン会の連中を殺してやろうと現場に向かった時、すでに連中は殺された後だったと。何者かが先回りして連中を殺していたんだ。何やと。ミキコが記憶を取り戻し、お前らへの復讐を企んでいる今、
ミキコの先回りをして、Why she spread her legs like that, though? I guess to get a steady aim. ミキコの仕業に仕立て上げることができる。真犯人はな、そうやってかつての仲間を殺して、グレンカイとの過去の黒いつながりを消そうとしてたんだよ。てめえ、何言うとんねや。わからねえか。お前の隣にいる貞本なんだよ。グレンカイの奴らをぶっ殺してたのはな。何？最近貞本はメディアに頻繁に露出するようになったらしいじゃねえか。カリスマ経営者として名が知られてるようだな。だからこそ今お前らとの黒いつながりが明らかになるのはまずかったはずだ。それに考えられる動機は他にもある。貞本はミキコとグレンカイの連中が接触するのを阻止したかったんだと思う。どういうことや。ミキコが知っている過去の事実とグレンカイの連中が知っている過去の事実が食い違っていることに気づかれたらまずかったんだよ。その事実の食い違いにお前らが気づいたら、おそらく剣持ち、お前は貞本京也を許さなかったはずだ。What's a discrepancy between I guess arson? お前は言っていた。夏目夫妻と真帆ちゃんが放火に巻き込まれて死んでしまったのは事故だったと。本当は中に誰もいないはずだったってな。そうや。住人は旅行に出かけとるから中に誰もおらんとそう聞いとったんや。当日家の中に誰もいない、そう言ったのは貞本京也だろ。ビッグブーブ。せや、だからなんやねん。お前がここに来る前、That's what you're getting at. 貞本は、はっきりこう言っていた。夏目家の件はなかなかリスキーな選択だったが、結果としては大正解だったよってな。あいつは放火事件の夜、中に真帆ちゃんや夏目夫妻がいると知っていて、お前らに火を放たせたんだ。土地が目当てだったお前らにとって放火殺人までする意味はない。焼き殺せと言ってもためらうのが普通だ。だが貞本は夏目夫妻の莫大な遺産を相続し、自分の会社の危機を乗り切るために彼らに死んでもらう必要があった。だから貞本はお前らに嘘をついたんだよ。自分はアリバイを作った上でな。嘘やろ、キョウちゃん。おっと、痛いところを突かれたな。貞本、お前が俺にミキコの捜索を依頼してきたのも、グレンカイの連中より先にミキコを探し出して始末するためだな。俺がミキコを見つけたら、監禁でもしておいて、グレンカイの連中を全員ぶっ殺す。その後、頃合いを見計らい、自殺に見せかけてミキコを殺すつもりだったんじゃねえか。やっぱあんた見込みあるね。キョウちゃん、なあ、あいつ何言っとるんや。あんな嘘やんな。Why are you getting closer to the guy? He's got a freaking knife. He's gonna stab you. 放火事件のあったあの夜はね、真帆ちゃんの誕生日だったんだ。キョウちゃん。So he planned that too. 夏目夫妻も真帆ちゃんもワインが大好きでね。ヴィンテージもののボルドーワインを記念に送ってあげたんだ。100万くらいしたかな。So he got them drunk at the pasta and then they died. 僕はレストランで妻とディナーを楽しんでいた。もちろん、真帆ちゃんにはその場で電話してちゃんとお祝いしたよ。真帆ちゃん、ワイン美味しいですって言ってたな。
ワインにはうるさい夫妻も絶賛してたとか。隠し味で睡眠薬を入れておいたからちょっと味が変わっちゃったかなって心配してたんだけど、大丈夫だったみたいで安心したな。3人ともぐっすり眠ってただろうから、きっと苦しまずに行けたと思うよ。キョウヤ、あなたは。なあ、キョウちゃん、いつもの冗談やんな。そろそろのはずだけど、遅いな。What's that bastard waiting for? His helicopter?Sniper? Oh, he drugged him. Oh, he drugged everyone, I think. ようやくか。やっと聞き始めたみたいだね。So everyone who drank the wine are going to die. 大変だ。会場が。思ったより時間がかかるもんなんだな。おい、貞本てめえ、何しやがった。おお、これはなかなか歴史に残る事件になるんじゃないかな。君たちも見るかい。壮観だよ。Okay, so he's the first victim. And she's the second. So you're gonna shoot him? 残り4人全員やったぜ。大成功。てめえ、酒に毒を。遅効性のものをね。たくさんの人間を一気に始末するときは速効性だと良くないんだ。飲むのが遅れたやつに毒がバレて飲まなくなっちゃうだろう。いやー、しかし効果が出るまで時間がかかったので効かなかったんじゃないかとヒヤヒヤしたよ。ごめんな剣持。葬式は盛大に開いてやるから成仏しろよ。無関係な人間まで。だって仕方ないだろ。グレン会創設メンバーの連中が集まる席はあったけどさ、関係ない連中も来て飲んじゃったんだから、そこまではさすがの僕でもコントロールできないな。 Okay, so that girl was innocent, I'm guessing. ゾウに狂った復讐期ならそのくらいした方がリアリティがあるだろ。民衆はドラマチックなストーリーの方が好んで信じたがるものだ。このクソ野郎が。さてミキコ、最後は君の出番だぞ。 Okay, so we got no leverage over him. そうすればジュンだけじゃなくお前も助けてやるからさ。何を言ってるの。まず僕の書いたシナリオを説明すべきかな。 Please don't. I figured out myself. 僕は今夜この会場にはいないことになっている。サプライズゲスト扱いで数人のメンバーしかそのことを知らないんだ。もちろん毒が混入された調理場には君の指紋と髪の毛を残しておいたよ。そして屋上からはかつての恋人の射殺死体が発見される。カイトーさん、
あんたの死体だ。ついでに近々夏目家放火事件にグレンカイが関わっていたという事実がリークによって発覚するよう手はずも整えてある。トータルで考えると、ミキコ、君が復讐のためにグレンカイの連中を殺して回った末、パーティー会場で一気に全員を毒殺、それを嗅ぎつけた元恋人さえも射殺した、そんな感じだね。とりあえず全ての犯人はミキコ、君だからね。でも、so what's the, そこで放り出しはしないって。 He's got journals. That was fun killing Kaito, but カイトを殺せば1億くれてやる。その金で海外逃亡して純とつつましく暮らすのもいいだろう。だが逃げ切るのも大変だ。罪悪感に苛まれ生きていくのも辛いだろう。だからおすすめは、カイトを殺した後、君もここで自殺するってシナリオだね。And that's dark. なんだと？おすすめのシナリオを理解してくれるなら、ジュンにはボーナスとしてさらに1億渡そう。そのくらいは父親としての責任を果たすつもりだよ。殺せ！さあカイトを殺すんだ。人を殺す覚悟ならできてるんだろう。グズグズしてると本当にジュンが死ぬぞ。あいつはやっぱり悪魔だった。私が甘かった。ごめんなさい、あなたまで巻き込んでしまって。Well, guess I'll better prep for the worst. Oh, please let Yagami come in and save the day or something. I don't think Yagami's gonna show up though. Because now we're really backed up into a corner. Oh, he's gonna do some macho shit like kill me. So it's so. Kaze. じゃあこうなったらそのシナリオはどうなる？何の真似だ？俺のシナリオはこうだ。元恋人に罪をかぶせるために山ほど悪事を働いた男を元ヤクザが始末した。俺が懲役くらえば済む話だ。お前の手まで汚させてたまるか。ジュンのためにもな。俺は的を外さねえぞ。You're always gonna overcome his fears. 強い男になりたいんだ。大事な人を守れるような強い男に。だったら重要なのはな、ジュン、ここだぜ。なんだそれ。ま、いずれ分かる時が来るさ。お前がそうなりたいって思い続けることができればな。ナイス。ジュン。ああ、Crap. あの野郎、何本ナイフ持ってやがるんだ。やれやれ、面倒なことになったな。Well, this wouldn't be final battle without having a fist fight. 離れてろ。 Don't go that way. The fucking exit is right behind you. Where the hell are you going? 警察が来る前に肩をつける。Dramatic entrance. Nice. Still an ugly fucker though.
he got purple health? He's got whatever that color health. He got a taser too. Nope. Okay, he's got... I'm not yet. Okay, he's an agile puffer. Look at... Hit him! Come on, get up. Yeah, use that. There you go. That's full. Use these. Well, that means my accuracy is terrible. Yep. I have to do this one fucking tap. Okay, effect is gone. But I got tased. Well, that didn't take its health away. No! God damn it. Everything's going my way, everything's going my way. Come on, get up Come on, good. Items. Nice. Expecting that. Good. Nice. Now let's see what's gonna happen. Is she going to die? Is she going to live? Because the gun's still... The gun is still there somewhere. What, did Kaito drink? Kaito! から全てあの事件の後だって真帆たちを殺した奴とも知らずのうのうと生きてきたどんな気分だよなんで平気でいられるこの悪魔がミキ He's got a knife with him He's gonna stab her もっと早くこうするべきだった。ミキコ。
前もなくしちまうぞ、一番大事なものを。お前と別れた頃の俺もそうだった。憎しみに逃げ込んだ。一番大事なものが目の前にあるってのに、俺は親父に怪我をさせた奴らに復讐することを選んじまった。だがお前は間違えるな。母ちゃん、また俺を置いていっちまうのかよ。いい、なあ母ちゃん、俺のことも嘘だったのか、嘘だったのかよ。No, don't turn your back on the enemy. So is Z going to kill him then? For like his guilt? I guess I do kind of feel sorry for Ken Mochi though. Nice. Yes! Oh, and he died on top of him. Okay, so the threat is gone. Okay, so those two do live. That's nice to see. Then again, I don't think they're gonna be in Judgment 3. And I don't think the love is gonna be back. Even though as much as I like it to be, I don't think it's going to be like that. まだ無理しないでください。大変な状態だったみたいですから。3日も寝てたんだぞ。3 days。3日も。So, 3 day coma, so to speak. ミキコは無事なのか？うん。ずっと、カイトーのおっさんをつきっきりで見てたけど、さすがに疲れてたみたいでな。フラフラになってたから白樺のおっさんが、休ませるって言って連れて行ったよ。お前は母ちゃんについて行かなかったのか。うん、俺はいいんだ。東のおっさんがいろいろ遊んでくれたし。いや、まあ暇だったもんで。Well, you're not gonna leave his aniki. ダメだったみたいです。そうか。ヤガミからです。出張から戻ってきたみたいで。No, ヤガミ came in to see him. さっきまでいたんですが。Nice. 兄貴がいびきかいて寝てるの見たら、安心して帰っていきましたよ。
おお、そうか。I mean, it'd be cool if they make an appearance in the third game, but... 兄貴、無理しないでください。Good thing the Yakuza trope, like the ending of Yakuza trope wasn't in this game. 傷塞がってないっすよ。じっとしてる気分じゃねえんだよ。無茶しないでくださいよ。ジュン、ちょっと話すか。え？うん。平気か？平気だよ。俺の死んだ親父はさ、ひでえ飲んだくれだったんだ。え？家の金なんか全部酒に使っちまってよ。仕事にだってろくに行けやしねえ。酔っ払えば暴力だって振る。そんな親父だから大嫌いでよ。高校退学して家飛び出して悪さして少年院行き、その後はお決まりのコースだ。そうなんだ。だからガキの頃は親父なんて死んじまえってずっと思ってたよ。心のどこかで俺も自分がグレちまったのも親父のせいだと思ってた。まあそりゃ俺の責任なんだがな。ああ確かによ、俺の親父はろくでなしだった。酒で自分の人生を台無しにした負け犬さ。だが実際死んだって聞いた時は不思議と楽しかった時の思い出が蘇ってきたんだ。なんでだろうな。生きてる時はあんだけ憎んでたのによ。悪い、こんなこと言っても慰めにはならねえよな。親父に一度だけドライブに連れて行ってもらったことがあったんだ。今思えば親父はただ新しく買った車を乗り回したかっただけなのかもしれないけど、どこか行ってみたいかって聞いてくれて、そしたら海の見えるところまで連れて行ってくれてさ。Probably a foreshadowing. 無理すんなよ。 Thought it makes you see the ocean because you'd be swimming in it soon enough, but that didn't happen. 俺ならもう大丈夫だから。そうか。Man, he's really trying to tough this out. カイトのおっさん、俺決めたよ。ヤクザになるのはやめる。He wants to be detective. なりたいものが見つかったんだ。ああ、そうなのか。何になるんだよ。大事な人を守ることのできる強い男だ。あんたみたいな。Okay, so he wants to be shonen main protagonist. だからもう大丈夫だよ。大丈夫だ。Man, that was a pretty detailed cut to all this face. 俺はもう大丈夫だから。お前はどうするんだ。
とりあえずミキコのいる白川さんのところに行くのか。ああ、母ちゃんを迎えに行かねえと。ああ、そういえば白樺のおっさんにあんたが目覚めたら手紙渡してくれって頼まれてたんだ。手紙？ああ、Why he confessed? Kaito san, 以前お話ししたように、僕は Mikiko さんにプロポーズするつもりです。Jun君が戻ってきて、彼女が落ち着いたら、その時に。Oh, for fuck's sake! ですが、もしもまだあなたの中に Mikiko さんへの思いがあるなら、marry the freaking creepy doctor. 診療所でお待ちしております。白樺康隆。あいつ。なあ、何の手紙？果たし状だな。は？何それ？ジュン、ミキコのところまで送っていくよ。そうか？一人で行けるけど。いや、俺も行く。わかった。Yukawa challenged me to freaking duel. Guess we're selling this once and for all. I'll head over to his place whenever I'm ready. I hope, like, Kaito doesn't do, like, the whole, okay, you win, you can have a bullshit. Like, if it's a challenge, freaking challenge him on it. Don't be like, oh, your resolve was better than mine, bullcrap.なあ、行かないのか？ん？ああ、行くよ。ジュンに、マサハルさん？よ。カイトのおっさんが送ってきてくれたんだ。一人で行けるって言ったのによ。そう。マサハルさん、ありがとう。いいんだ、俺もお前と話したかったからな。そっか、やっとまともに話せたな。そうだね。元気だったか？いや、記憶喪失だったやつに聞くのも変か。そうかも。ジュン、よかったね、あなたのヒーローと一緒に冒険ができて。久々に見たらたくましくなっててびっくりしちゃった。ほら、あいつの腕ひねり上げて倒しちゃってさ。護身術、母ちゃんに昔教わってたから。なあミキコ、お前はこれからどうするつもりなんだ？どうって？いや、家とかどうすんのかなと思ってよ。あんなことがあった後だし、家にも居づらいだろ。ああ、それはそうだね。どうしよう、まだ考えてないや。だけど。だけど？うん、なんか白樺さんがね、気晴らしに純と三人で旅行でもどうかって言ってくれてるの。旅行？どこに？世界中、どこにでも好きなところに好きなだけだって。ま、冗談だろうけど。おお、そうか。冗談なんかじゃねえと思うけど、あのおっさん医者だし金持ってそうだもんな。カイトーのおっさんと違って。うるせえよ。ミキコさん、中で一緒に映画でも。手紙見たぜ。それで、あなたは何をしに来たんでしょう？何をって、そりゃあ、ミキコさん、ちょっと
待っていてください。ミキコさん、これを。え？ミキコさん、僕と。待った。何でしょう。だな。Shirakaba's not the worst guy, and he's got the money, unlike me, but still.What do I do about Mikiko? Nah, let's try this. I don't know if it's gonna work. Mikiko, I'm gonna take you home. Take you home? Where are you? You're in your small and dirty apartment, right? I'm gonna think about that later.それに俺のアパートは意外と片付いてる。たまには掃除だってしてんだ。カイトーさん、あなたの気持ちは分かっているつもりです。だけど僕としてもこれだけは譲るわけにはいかないのです。だから。分かってる。きっちり話し合おうぜ。話し合いなんてしませんよ。じゃあどうすんだ。男らしく拳で決着をつけましょう。は？おいおい、今時決闘かよ。それにミキコの気持ちはどうなるんだ。カイトーさん、これは僕自身が納得するための戦いなんです。言ったでしょう、最初から決死の覚悟だって。お前、ミキコさんの心は僕の方を向いていない。そんなことは分かっています。ですがもしもミキコさんの前で彼女にとってのヒーローであるあなたに勝つことができたなら、彼女は僕の方を向いてくれるかもしれない。 Acknowledge me. Acknowledge me.だからカイトーさん、わかった。だが大怪我しても知らねえぞ。その心配は無用です。 Well, he's gonna play dirty. He's a doctor. Oh, this is a cutscene fight, so I'm not gonna fight him.God damn. その体。ハングレ連中がミキコさんを狙っていると知った後、僕は誓ったんです。この人を守れる男になると。 Shame that you couldn't change your face, but you know. 必死にジムに通い、格闘技を習い、実戦を想定した特殊なトレーニングも積んできました。愛する人を守り抜く覚悟さえあれば、ひ弱だったただの医者も鋼の鎧をまとうことができるのです。わかった。その勝負受けて立つぜ。行くぞ。I mean, he's got the advantage. My body's messed up. No, so y'all gonna fight. Stay in one place, you little shit.Wait, do I have. Okay, I've got these. Sake? Hey,
on, this fight is very important to me. So go down, you nerd. Nah, that's nice. Just trade damage. Let me hit this him with a freaking finishing blow. There you go, got him. Almost got him. There you go. Why he fucking regen? Really, dude? So this guy can regen his fucking health, right? Oh my god, what am I supposed to do? No! God damn it. I was focused on upgrading my abilities. So he's going to regen his health. That's it, regen. Yeah, let's do this one quick. Yeah, I'll say get up. Is it not gonna regen? I think he is. Come on, that should be it. And of course. Now let's go second time around, he's freaking nerd. I thought I could cheat the system, but it wouldn't let me. Yeah.
But this freaking EX move doesn't do that much damage. But this is all I can do to get a free hit. Oh, come on, I press X. What kind of bullshit is that, man? Now I'm gonna freaking lose out my food. Now I'm just gonna spam these moves. There's nothing else I can do. He blocks most of my attacks, then he just fucking... There you go. He dodges, then he just fucking parries. Well, not parry, but sidesteps. 1, 2, 3, 4, 5. 5 more to do this shit. But this is taking extra slow though, man. Finally. That big damage. Oh, I could have done EX move on the ground. Nope. I mean, I keep forgetting I can do EX on the ground. I mean, we're getting closer. Run. Okay, good. Let's do EX boost. Okay, pay extra careful with this QTE. If I mess up, then I'm probably gonna get killed. Finally defeated the ugly bastard. So now what's gonna happen? 俺の勝ちだ。文句はねえな。ええ。すっきりしました。すごく。ほんと、男ってバカだよね。それで、あなたはどうしたいの？あ、私を連れて帰るとか言ってたけど。そうだな。そうだな。He doesn't have a home.と片付いてるってのは悪い。あれは嘘だ。あいつの言う通り狭くて散らかってる。風呂はカビが生えてる。え？引っ越す金もない。そうなんだ。仕事は一応探偵だ。だが収入は安定していない。給料未払いの月もある。それはちゃんともらわないとだね。だが
一緒に来るか。Wow, an actual happy ending. Oh, God damn it. Okay, that's it. The ending was actually quite sick, you know.Like, I'm surprised, like I said, this is happy ending. Normally, Yakuza games with their love story, they either die or... Like, I'm thinking of the first Yakuza when Kiryu lost his loved one. Yakuza 2, Gordo got shot to pieces. Yakuza 3, don't remember much because I didn't like that game. Yakuza 4, the copper shot himself when the gun was right there. Yakuza 5, don't remember much because I didn't like the game. Yakuza 6, don't remember much either.But basically, at the ending, the gun always is the main culprit, and it's like this stupid way of writing the story like that. But as for the love story, I thought it was going to be like Yakuza 1, or it could have been worse, like Yakuza 0 with Majima's love story. But you know, luckily it didn't go to either of those routes. If they do make Judgment 3, which I'm hoping that they do now because of this, I hope that she comes back.You know, along with June, of course, and then see where the relationship goes from there. I mean, it's a shame that, like, June's not Kaito's kid, cause, you know, it's freaking the deformed Soma, freaking impregnated her, but you know, it is what it is. At least he's back with the woman he loved.Man, that ending really is freaking make me all happy and giddy inside. Of course, I'm a sucker for love story, of course. Like, and I thought this was gonna end tragically, like again with the Yakuza 0 or like Assassin's Creed 2. No, Assassin's Creed Brotherhood. If you 100% the game, then you get like a special mission, and that just, well, as a teenager, it just broke my heart.Well, my heart sank, let's just leave it at that. No tears, but you know, he just felt shitty afterwards. Then of course with Ezio, as life went on, he found someone else. But yeah, so far this whole DLC, is it worth £25? I think it is, honestly. Like, to play as Kaito, he's not good as Yagami in terms of gameplay, obviously, but...To learn his side of the story is really cool, because I thought it was going to be... Well, I don't know if it's canon or not, to be honest, because it doesn't give exact time reference of where it took place. I think it might have been after Lost Judgment. But yeah, like in terms of gameplay, it's same shit. Yagami is much better in terms of gameplay because he's got like so many moves. But in terms of story...Slow start as always, that's my main problem with Yakuza game storytelling. I've said it like 1,000 times. They start off weak, middle might be strong or weak, then at the ending it has a good payoff or a crappy payoff. But this one I say it has a good payoff. Yeah, so on and all it is worth the money, it is worth. For the story alone, because it's a good ending.Now I'll just show up and let the credit roll.
Oh, that's it, not after credit cutscene, nothing? Oh. So yeah, then that's it for Lost Judgment. As I said previously, what I said, like, again, it's worth the money, get it. Let's see what downloadable content. Yeah, I pretty much got all of them installed, but I got it at like a discounted price for the season pass. Because I think the Kaito file is expensive than the season pass if you want to buy that by itself. But the season pass has the Detective Essential Pack and the School Story Expansion Pack, as well as the Kaito file. So it's best to either buy the season pass at full price, or just wait till it goes to a discount. But yeah, I thoroughly enjoyed my playthrough of Lost Judgment. It's like a breath of fresh air, because like I said, the turn base in Yakuza 7, although Yakuza 7 story, like, I do like Ichiban as a character. You know, I thought I wasn't gonna like him because he's not gonna play as Kiryu, but he's a good addition to the cast. And this cute little key, huh? Just wanna grab it. But yeah, like, Lost Judgment, breath of fresh air, and I can't wait till they make the third one, if they ever do. But if they don't, then at least Kato gets a happy ending, while Yagami is still Yagami, not getting a happy ending. And that's gonna conclude my playthrough of Lost Judgment and Lost Judgment the Kaito files. Thank you so much for watching. If you watched through all of them, then thank you very much. If you didn't, still thank you very much for watching at least one video, whether it's a minute or so, I don't care. Thank you. Let me know what you think of this video. Make sure to comment, like, share, subscribe, and I'll see you at whatever game I'll play next. Bye-bye.